おはようございます。中山です。今日はですね、ブルーベリーの前に来ています。何をするかというとですね、今日ブルーベリー、冬前の、簡単な剪定を行いたいということと、あとはですね、来年、どのような、枝がですね、花芽がつくのか、一体花芽って何なのかっていうところをですね、ちょっとね、動画でお伝えしていきながらですね、見ていきたいと思います。この今画面に向かってあるブルーベリーは、これラビット系だと思うんですけど、定植をしてからですね、これはほぼ脳剪定、剪定をね、全く手をつけずに行ってきたものです。それでも、ブルーベリー自体は、花とかね、収穫を楽しむというのであれば、収穫量をですね、それほど気にしないっていう方であれば、ほぼね、剪定しなくてもブルーベリーというのは収穫できます。僕は今までこちら剪定をしてこなかったんですけど、先日ですか、剪定動画とかもね、上げさせていただいたので、そちらの方は概要欄に貼っておきますので、もしね、冬前の剪定とかね、冬剪定とかっていうことを含めて、やってますので、そちらの方、見ていただければと思います。では早速ですけど、まずは、花芽。花芽ってじゃあどれなのかなっていうね、そこらについて見ていきたいと思うんですけど、よくね、もう見てわかってる方は多分わかると思うんですけど、もうね、このように紅葉も色づいてきてですね、ブルーベリーの特徴ですね。こちらの方をよく見るとですね、このように、先端に凄みがありますね。このように。これが花芽です。これ来年ここから出てきますので、こういったのはですね、なるべく残してあげるようにするといいんですけど、先日の剪定でもお話ししてたと思うんですけど、ブルーベリーって結構枝がですね、内向枝といって内側に育つ枝とかも結構多いんですね。例えばこういう枝とかもそうなんですけど、こういう枝はですね、中をこう、光が入りづらくなってしまうんで、このような枝とかっていうのはね、落としていくようになるんですけど、別にこれ、実は落とさなくてもですね、そこまでね、ブルーベリーの木っていうのは、そんなに影響が出るわけではないんですよね。他のね、ちょっとね、ところを見ていくと、例えばね、こちらもそうなんですけど、こういったところね、これですね。これが花芽になります。こちらですね。この指の先端のところの、このポツッと出ているね、つぼみのような、これが花芽です。で、このような枝っていうのが、来年、花をつけてね、実をつけていきますんで、そこら辺を見ながらですね、ちょっとね、剪定を少しね、して、中の方をね、透かし剪定ではないんですけど、ちょっと行っていきたいと思います。全体的に見ると、これはこのような感じで、樹形があるんですけど、ここら辺ですね。ここら辺がだいぶ密集をしています。なので、そこら辺ちょっとね、抜いていくっていうことと、あとは花を少しね、残した形で、やっていこうかなっていうふうには思いますんで、最終仕上げは来年の3月頃にですね、また2月頃にもう一度、切り戻しとかね、切り返しとかっていうことを入れながらですね、また来年花芽がつくようにっていうことで、やっていきたいと思います。今日は中の方をね、少し落としていきながらですね、見ていきたいと思います。まずはブルーベリーは、ここ、もう見て、わかるように、ここも枝が、ここですね、ここ、クロスしてます。ここですね。ここで枝がもうこのようにクロスをしているので、こことここ。ね、こんな感じでクロスしてるので、この内側に向いてるこの内向枝。これをですね、ここからポキンと落とします。はい、落としました。これも見てわかるように、つぼみがね、もうついてるんで、来年これも花が咲きます。
まあ咲きますけど、来年これね、たくさんつきますんで、まあここら辺のところはね、ちょっと落としておきます。あとは、これ、見てわかると思うんですけど、この、ここから主枝が下から、主枝がここからこう出てきてるんですけど、でここで一本こう流れてきてます。でこの脇から、脇枝がね、こちらに流れてきてるんで、この枝自体が結構ね、この横に暗礁してます。で、多分、これを抜く、この枝を抜くと、ここがね、だいぶスッキリすると思うので、これはね、根元から、間引いちゃいます。こちらはね、去年なった加工紙になると思うんですけど、これも含めてですね、一緒に、ここから、ここですね。ここから、もう、間引いちゃいます。こんな感じで。間引いて。そうすると、この間がですね、だいぶスッキリすると思います。抜けました。はい。で、これもですね、花芽がね、だいぶついてますんで、まあ、もったいないんですけど、あとはこれもね、内向子です。内側に入ってきている内向子になるので、この内向子も、落としていきます。これもここの根元から間引いていきます。こんな感じで。はい。で、そうすると、だいぶね、ここが抜けてきました。ね。なので、この間引いたところはもう少しね、深めに、切っておきます。これもね、ここもクロスをしちゃってます。これもね、これもクロスをしているので、これも抜きたいんですけど、これ外側に向いてるので、これはちょっと残しておきます。ただこの内側の方にある、この内向子はですね、内側の方にこう出ている小さい内向子があるので、これはね、切っておきます。この辺のものは落としてですね、すっきりさせていきたいと思います。こんな感じでここら辺が、この光がね、入るようになったと思います。ここからこう見ていくと、だいぶね、密集しているので、外側に向いている枝は基本的に向かないで、内側に向いている枝だけちょっと向いていきます。この枝が、ここから走って、ここから上に伸びて、上に伸びてます。上に伸びてから、今度ね、枝が分かれてですね、このように、だいぶこちらの枝にね、この主枝の方に干渉してるので、これもですね、根元からちょっと間引きます。ここからね、間引きます。こんな感じで。そうすると、こちらの方が、抜けましたんで、これもね、だいぶ花芽がね、ついてるんでもったいないんですけど、まあ、こんな感じでね、株元周辺が、だいぶスッキリはしてきました。スッキリとね。で、これも去年になった加工紙ですので、これも落としておきます。あとはですね、こちらもですね、内側になってる。内向子ですので、これも落としておきます。このね、これも花芽がついてるので、来年つくと思います。こんな感じでね、だいぶ内側がね、すっきりしました。まあ、他にもですね、落としてもいいんですけど、まだまだ密集はしてるので、落としてもいいんですけど、まあ、この後ね、本格的な冬に入ってきますんで、まあ、これで、あとはですね、冬がこう、束ねたりだとかしてですね、まあ、そういったことが必要ならやっていくっていうふうになるんですけど、まあ、今回はですね、剪定、突き込んでね、中に光を入れていくっていうね、剪定をやりました。去年なった、加工紙、そういったものについても、結構ね、残っているので、そこら辺のところはですね、こういうやつですね。去年になった。こういったものはですね、どんどん落としていきます。
そうすると、本来ね、行くべきところにね、栄養をしっかり送ってあげるっていうふうになりますので、そんな感じになります。はい。だいぶ株元がね、すっきりはしたと思います。ね、ここからまた芽がね、いぶいてきますんで、しっかりね、深く詰めていきます。まあ、とりあえず、この株については、このまま、冬を迎えていただいてもいいのかなって思います。来年ね、これでもね、だいぶ花芽がね、つきますんで、来年収穫がね、だいぶ増えると思います。まあ、今日はね、こんな感じで、まあ、簡単にね、剪定だけ少し行ったのと、あとはね、どのようなのが花芽なのかなっていうところでね、今回ね、ちょっとお伝えさせていただきました。まあ、これが花芽ですね。これが来年ね、だいぶ息吹いてくれますんでね。まあ、こういったのを楽しみにして、ブルーベリーね、結構人気なね、果樹になってますので、こういったのをですね、地植えをされている方とかね、地植えされている方結構いらっしゃると思います。まあ、僕はですね、このブルーベリー、品種が違うものをですね、15本、この畑に、畑というかですね、こちらに植えていたんですけど、まあ土が合わなくてですね、だいぶ半分ぐらいは枯れてしまってですね、なくなってしまったんですけど、まだまだね、ブルーベリー、いつもね、毎年収穫を楽しみにさせてくれるものですので、まあ、この後本格的な冬が入ってきます。氷点下がね、6度を切ってくると、だいぶブルーベリーの株もね、やられやすくなってきますので、まあそういった時には、束ねてあげるとか、ね、ギュッと束ねて、縛っといてあげるとかするとですね、寒さ対策にもなったりもしますんで、まあそういったことも必要だったらね、今後動画の方では上げていきますけど、まあこちらの関東地方、平地ですね、ここら辺では、そういったことまでやらずに、このままの状態でも十分冬越しはできますので、ただ植えて、まだ1年生株、2年生株ぐらいの小さい株だと、もしかすると寒さでやられてしまうこともあるかもしれないんですけど、まあ比較的寒さに強い、ブルーベリーですから、もしね、寒いようでしたら冬囲いをしてあげるといいと思います。ということでですね、今日は、花芽、どれが花芽なのかなということでお伝えさせていただいたのと、まあ簡単なね、剪定を少しだけね、紹介したということでね、今回は終わりにしたいと思います。では、いつもご視聴いただきありがとうございます。この辺で終わりにしたいと思います。